こんにちは、ヤニックです。今回は駅弁フェアでカニ弁当を買った時の様子をお届けします。でもし動画が気に入りましたらチャンネル登録、いいねよろしくお願いいたします。カニカニ丼めっちゃでかい。食べたらわかる。カニがダブルでうまいって書いてるけど、カニの腹の身を取り出してそれを丁寧に潰して作ったカニトロってやつが入ってるみたいですね。安倍鳥取堂ですね。この温めるシステムがついてます。おお、めっちゃ入ってる。真ん中のやつがカニトロかな。あ、ここに紐がある。お、取れた。あ、お、お、めっちゃ興味出てきた。あ、カニ臭がすごい。おー、すっごい、熱っ。じゃあ5分10分かかるそうなんでちょっと待ちたいと思います。熱っ。その間にせっかくなんでね、今回は越路桜、前回出たやつですね。こいつを飲みながら5分ほど待ちたいと思います。乾杯。相変わらず美味しい。レッツオープン。おー、湯気がほんわー。カニの香りが、カニ臭がすごい。敷き詰められてます。こんな感じですね。いただきます。あ、カニの身の歯ごたえがいいですね。カニの身も甘くて美味しい。うま。出汁がね、ご飯にも染みててとても美味しいです。これがカニトロらしいんですけど、これだけ食べてみますね。おお、濃厚。カニの風味がすごい。タケノコが入ってるからコリ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 して、あ、これ美味しい。これ酒のつまみに最高ですね。当てになるわ。うまっ。これだけ酒と一緒に食べたいけど、せっかくなので混ぜてみましょうか。よいしょ。こうカニの身と混ぜて食べればいいのかな。スプーンの方がいいな。どうすかね。いってみます。あー、うめー。あ、カニの旨味がすごい。めちゃめちゃうまいですねこれ。へー、これいいな。確かに混ぜた方が美味しい。絶対混ぜた方が美味しい。うめ。ただよく言うならもうちょっとカニの身が乗っててくれると嬉しいかな。カニの身がちょっと寂しいかな。カニの身、今度食べるの苦手なんだよな。こういうの食べるのめちゃめちゃ苦手なんだよな。
おお、身が入ってる。ちょっと見にくいですが、爪の実も出してみました。爪の実とさっきの甘味噌一緒に食べてみたいと思います。うめえ。カニトロもっと欲しいな。倍は欲しいな。値段が少し高くなってもいいから、カニトロカニの実倍バージョンもあるともっと嬉しいかなって感じですね。カニトロ日本酒によく合う。もしかしたら邪道と怒られてしまうかもしれませんが、ちょっとやりたいのがこれ。マヨネーズ、マヨネーズ、カニマヨですね。カニマヨちょっとやりたいよね。まあさすがにマヨネーズで全てを冒涜する気はないですが、一部だったらカニマヨもいいよね。はい、カニマヨ。あ、落ちた。落ちちゃったけど、カニマヨ。まあ、カニとマヨがよく合いますわ。ただまあマヨね。いやー、綺麗に食べました。正直ね、マヨネーズ打足だったかなってちょっと思いました。マヨネーズなくても十分美味しいです。うん。打足いらない。もう本当ね、ごめんなさいしたいです。これ中どうなってんだろう。こうなってんのか。はい、こんな感じです。でも結構容器の半分はこれっていうね。まあ賞味こんだけですね。今回買ったのはこのカニカニ丼、1389円、税込み1500円ですね。食べたらわかる。確かにね、カニトロはすんごい美味しかった。普通カニ弁当ってカニが敷き詰められてるだけで途中で飽きちゃうかもしれないんですけど、このカニトロがね、いい感じでこう味変できるっていうのがすごい良かったですね。うん、食べてて楽しかったです。はい、ということでごちそうさまでした。というわけで、まあ、今回も最後までご覧いただきありがとうございます。まあ、いいねやコメントなどしていただけると動画作成の励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。